こんばんは。横浜ジーパンドトップ社長の高岡俊也です。今日は地元から有名な選手が誕生したというふうに、タウンニュースで取り上げております。松永選手というんですけども、杉田小学校、浜中学校を出身の方です。まあ、バリバリ地元の、青年です。今度、これにですね、競歩のという競技で出るそうです。まあ、高校は横浜高校なんで、お隣ですから、まあ、地元です。地元からこういう選手が金メダルを取っていただけると嬉しいです。期待できる選手です。松永選手、ぜひ応援の方よろしくお願いします。それでは。